ポリコリ作品アンチに喧嘩を売り言論統制する。こんにちは皆さん、エリトです。いや、最近のゲーム業界どうなってん？熱狂的なファンが多い作品マスエフェクト、皆さんも知ってますかね。ゲームが売れればスピンオフ作品が出るのが業界の坂ですが、今回販売が始まったのがボードゲーム。しかしキャラの説明にポリコレ的な表記がされていたり、そもそもゲームシステムが分かりづらい、誤字が多いというダサくっぷりに原作ファンたちが激怒。これを見かねたポリコレ作者が批判者たちを侮辱、レビューサイトに低評価スパムがつくという結果に。しかし低評価が削除、そして批判者たちのアカウントがバンと言論統制が日の目を浴びてしまうのだった。大炎上。濃厚すぎてまとめるのが本当大変でした。マジで最近の欧米ゲーム業界おかしい。それではことの概要と低評価人気たちの声、一緒に紐解いていきましょう。高評価ポリ。今作がジェンダーイデオロギーを推進したとして否定的なレビューを受けた後、作者がファンたちをマンベイビーと攻撃したという記事ですね。ちなみにマンベイビーは文字通り赤ちゃんみたいに精神年齢が低い大人だという侮辱用語です。先日から販売されている今作だが、多くのプレイヤーたちが今作はジェンダーイデオロギー、プロパガンダを推進するダサ作だと否定的なレビューを残し始めた後、作者であるエリック・ラング氏は彼らを攻撃し、否定的なレビューを相殺するために肯定的なレビューを残すように自身のフォロワーに呼びかけ始めた。ということで実際のレビューサイトの評価を見てみますと、10点中 4.4 点で、総合ランクは 25,292 と散々なことになってますね。詳細を見てみますと、7、8、9、10点の高評価もちらほらあるんですが、1、2点の最低評価の方が圧倒的に多く、なぜ低評価をつけたのかという理由はそれぞれはっきり書いている人がほとんどです。しかしその反面、10点満点をつけている人たちのコメントを見てみても、具体的に何が良くて満点をつけたというコメントは全くなくて、低評価ブームに対して脳死で10点満点をつけたという人が多いので、いくつか見てみましょう。最低評価をつけるやつらに反抗して満点をつけたよ。ゲームに関係ないポリコレ要素を入れてるから1点をつけたという人が多いようだが、確かに作品に関係ない要素を入れることに反対したい気持ちはわかる。でもだからって攻撃して低評価スパムをしてもいいということではない。僕は今作をデザインしたいい作品だと思う。批判する YouTuber たちに負けるな。最低評価するやつらへのカウンターとしての満点だ。マンベイビー反対の意を込めて。ということで、自称今作のデザイナーまで出てきていて、具体的な満点要素を明かさない擁護者たちだったんですが、そもそも今作が低評価ボムを食らった理由が自業自得だったんです。作者はこのように呼びかけていた。こんなことを SNS で話すこと自体が嫌なんだが、今作をプレイした人たち高評価をつけてくれる？マンベイビーたちが低評価をつけに来てるから、それを相殺する意味で頼むよ。彼らは説明書のキャラのプロナウンスを見るのが嫌なようだ。この投稿で彼が指摘しているように、今作には様々なキャラクターのプロナウンスがリストされています。幸いにもこれはまだ日本に入ってきてない概念なので、さらっと説明しますと、プロナウンスとは最近の欧米ポリコレや特にトランス、クイアが使っている自分を呼ぶときに使ってほしい代名詞みたいなものですね。欧米のインスタグラムやツイッターなどでもこのように最近表示可能になりましたよね。日本でも表示できてますか？例えば女性を自認しているなら、男性だっても彼女という意味の her と入れたり、ノンバイナリーの人なら彼らという意味の they、them と呼んでくれっていうのがプロナウンスです。そんなポリコレ的な概念が作品の中にも入っていると。ほら、この男性っぽいキャラは he、him となってますし、この女性っぽいキャラは she、they となってます。おそらくノンバイナリーとかそういう感じのキャラなのかな。僕ら日本人が分かりやすい例で言うと、我らがマリオは男の中の男なので he、him。 でも猫マリオになったら女の子っぽいから she、them。ファイアーマリオだったら He, Them だと呼んでねって説明書にまで書いてるって感じですかね。とこういう感じで作中にまでイデオロギーを入れてるので大炎上してるって感じですかね。まあそりゃそうだよな。作者はその後投稿を削除したが、ゲーマーに対する攻撃を依然支持すると主張する別の投稿をした。理由はわかると思うけど、あのバカげた投稿は削除した。自分の意見を示した投稿を削除するのは嫌だが、ツイッターは本当に最低だ。彼は先日の投稿こそ削除したのだが、低評価を批判した次の投稿は削除しなかった。私はマスエフェクトをとても誇りに思ってるが、今作の評価を下げようとするクリビーたちには果てしなくうんざりしている。キャラたちにプロナウンスをつけただけで普通こんなにするかね。彼らに反応すればするほど喜ぶのは分かってるけど、もうこの際どうでもいい、とことん反応すると書いている。当時のレビューでは、どうやらこのゲームには満点レビューが14件もあったのに対し、
一つ星の最低レビューは10件しかないことを明らかにしていた。しかし直後の投稿では一つ星の最低評価レビューが一気に52に増加したことを明らかにし、満身創痍なようだった。まあ、とことん戦ってやるみたいな発言してるんだったら燃料投下してるのと同義だと思うんで、低評価52って少ない方じゃないですかと思うんですが、売り言葉にってやつですね。活動家ってなんで彼みたいにプライドが高くて自分の非を認めない人が多いんでしょうかと、ここまでは予想できてたんですけど、こっからがひどくて、なんと低評価がサイトから削除されて言論統制が始まってしまいました。とあるユーザーの投稿によると、今作への一つ星レビューがサイトから削除されているという報告を複数受け取った。もしもう一度一つ星レビューを上げるとアカウントがバンされるようだ。マンベイビーたちが残した一つ星のレビューを総裁するためだけに挙げられた満点評価は許可されているのだが、プレイヤーたちの本音である一つ星は削除されているようだ。以前作者が挙げていた一つ星のレビュー数は52だったのだが、今は8に減っている。しかし5つ星は依然として増え続けているという感じで記事を締められてますね。作者本人のツイート履歴からも以前の低評価数は見て取れますし、批判者たちが進んで低評価を削除したとは考えづらいので、サイトが削除して回っているという話になってます。もしこれが本当ならポリコレ系ってマジでこんなん多いですよね。見せかけの平等と言いますか、本当に気持ち悪いです。ちなみに今の評価数をもう一度確認しておきますと、満点評価49、最低評価が164と、もう手に負えてません。週末で一呼吸置いて月曜日になったら評価が逆転してたら、まあ逆に笑っちゃいそうですが、現地の声はどんな感じなんでしょうか。僕はマンベイビーだから今作は複雑すぎる。マンベイビーだが低評価しに来たよ。退屈だ。原作のエッセンスをまるで表現できていない。子供っぽいゲームだ。誤字が多いし原作を活かせてない。ダサく。モデルはいいんだがすぐ退屈になる作品だ。なんだ僕が好きな作品を壊してしまうんだ。絶対買うな。今までプレイした中で最低なゲームだ。いい作品を予想してたんだが誤字が多すぎる。少しでも努力してこの作品を作ったのか。最悪なゲーム。数週間前に購入したが今作にはがっかりだ。原作ファンが楽しめると思っていたのが誤字が多すぎる。母国語じゃなくても気づくって相当だぞ。ダサく。子供に触らせるな。ということで皆さんの考えもコメント欄で教えてください。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく紹介してます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローしていただけるととっても喜びますので、よろしくお願いします。それでチンチュッ。This is the screenshot that's making the rounds on Twitter right now. It's very obvious what they're doing. They are pushing this gender ideology. You can see Shepherd, he, him pronouns, Liara, she, they pronouns. And also not lost on me is what I believe is a very clear misspelling right here. They're supposed to be saying adrenaline and they missed the D, which is just kind of sloppy. And maybe I have the wrong information here, but it seems like they misspelled